FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。7月25日月曜日、モーニング8、これから生放送でお届けいたします。時刻は7時35分を回っております。ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、月曜日担当のガネコマヨがお送りいたします。もう朝、毎朝なんか最近セミの声とかで目が覚めたり、蒸し暑い中目が覚めたりするんですけど、なんかね、夏休み、子供たち夏休み入って本格的に夏だって感じなんですけど、セミの声が結構今日の朝しなくてですね、あれってなんか珍しいなーって思ってたんですけど、そう、私弟が3人いて、一番下の弟がまだ中学2年生なんですね、今。で、もう毎日宿題に追われてて、毎日母の怒鳴り声がガネコ家には響いておりまして、こんだけ怒鳴られたらね、そろそろ自主的に宿題やってほしいんだけど、なんだろう、このうまくな男の子は全然やろうとしない。もう、頭から、なんていうのかな、反抗的な態度で、そう、そのまたイライラを、弟以外に母はまた向けて、家族が大変なことになってるんですけど。で、次男はそろそろ、今大学3年生でですね、そろそろ夏休みに入るかなぐらいで、バイトと学校と課題になんか追われてるみたいですね。で、長男が今大阪に行ってて、年後なんですけど、大阪で今働いてて、そう、作業療法士してるんですよ。で、ちょっと休みが取れたってことで、先週末、金曜日か、に帰ってきてて、そう。で、昨日の朝の便で、もう大阪に帰っちゃったんですけど、もうね、またこの、長男の、なんていうの、沖縄に帰ってきた時の、帰ってきたことへの、喜びを一番感じていたのは、その一番年下の弟、三男の弟なんですけど、兄ちゃんつって、もう超大好きで、お兄ちゃんのことが。そう、もう兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃんで離れなくて。そうそう、幸せそうでしたね、とってもね。で、だけど長男は、もう彼女のことばっかり考えて、土曜日、彼女にサプライズで会いに行くって言ってから、それを少し私もお手伝いさせていただいたんですけれども。そんなこんなでね、なんかパタパタな週末で、私もジュンバだったり、ラジオだったりってあったんですが、そう、なんか、いい、みんな夏休み、みんなっていうか、弟二人ともね、夏休みをスタートできたんじゃないかなと思います。で、私も、ね、なんか兄弟、久しぶりに4人揃って、そう、なんか改めて、なんか兄弟はいいなって思いましたね。一緒に映画見たりしたんですけど、そう、なんか4人で笑ったりして楽しかったです、すごく。さあ、今日はですね、メールのテーマは、写真にしたいと思います。家族の写真とか見返すと、私結構ふてくされてるんですよ。もう表情だったり、ふーんみたいな顔してたり。父が結構写真撮るの大好きで、なんかそれがすごい恥ずかしくて。だけど、それまた見返すと、なんていうのかな。幸せな気持ちになるというか、ふてくされてる自分を見て、またちょっと私は自分で笑顔になれるんですけど、あ、こんな時期もあったなーとか。そうそう、だから写真って皆さんにとってどんなものなのかなって。で、最近はやっぱ Facebook にアップするために自撮りとか増えてきちゃったんですけど、最初自撮りも大嫌いで、私、そう、とある人から、まあよ、自撮りやってみればとか言われて、それからちょっと頑張ってみてるんですが、皆さんにとって写真ってどんなものですか？写真についてのお話を聞かせてください。今日のメールのテーマは写真です。メールアドレス、797@fmginawan.com、797@fmginawan.com です。また、FM ギノワンでは、ユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートしてくださいね。よろしくお願いします。今日のメールのテーマは写真ですよ。では本日のオープニングナンバーに参りましょう。本日のオープニングナンバーは大城智也さんの曲です。大城智也で手を叩こうです。どうぞ。
フェイスブックで誰かなと思ったわけ、最初見た時。あ、こんなかっこいい人とお前友達だったっけな、フェイスブックって。もう AKB さんよ、誰ねこれ、ウケる、ありがとうございます。時刻は7時44分を回りました。 79.7MHz FM ギノワンよりお天気、そして道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えいたします。今日7月25日月曜日のお天気、曇り、朝晩晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴います。風が北東の風のち東の風ですね。そして波が1メートルのち 1.5 メートルです。降水確率が朝の6時からお昼12時までが 20%、 お昼12時から夕方6時までが 40%、 夕方6時から夜の12時までが 20% となっています。日中の最高気温は32度、32度で今日も暑くなりそうですね。続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からお伝えいたします。沖縄道下り巨大インターチェンジ付近から巨大インターチェンジにかけて工事のため第一走行が規制されています。沖縄道下り巨大インターチェンジ付近から巨大インターチェンジにかけて工事のため第一走行が規制されています。そしてですね、沖縄道下り巨大インターチェンジ付近、こちらも工事のため規制中です。続いてですね、沖縄道上り北中城インターチェンジでは故障車が出てますね。沖縄道上り北中城インターチェンジでは故障車が出ています。高速道路お使いになる方、十分、運転に気をつけてください。続いて一般道の情報です。国道58号線、こちらは北から南にかけて茶壇で一部渋滞が見られていますね。国道58号線北から南にかけて、茶壇で一部渋滞が見られています。同じく北から南にかけて、こちらも国道58号線ですね、大蛇名交差点に差し掛かるところから、牧港の過ぎたあたりぐらいまで、長い渋滞が見られています。国道58号線大蛇名交差点手前から牧港にかけて、長い渋滞が見られています。また国道330号線、南行き北行き、浦添市西原トンネルから那覇市古島インターチェンジまでですね、植樹作業のため一車線が規制されています。国道330号線、南行きと北行きですね、浦添市西原トンネルから那覇市古島インターチェンジ、こちら植樹作業のため、一車線が規制されています。またですね、北行き国道330号線、北行きこちら渋滞が見られています。那覇市古島インターチェンジから浦添市西原トンネルまで一部渋滞が見られています。運転に十分気をつけてください。以上、お天気そして道路交通情報をお伝えいたしました。さあ、続いてはメールが届いてますので、たくさん来てますのでね、もう早速紹介していきたいと思います。この方ですね、ハイサイマヨさん、月曜モーニング8初投稿の沖縄市のツカピーと言います。お、ありがとうございます。はじめまして、よろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。テーマは初心。僕は自然散策が好きで、写真はいろいろ撮ってます。
画像を添付します、月曜朝は初見学しに伺いますね、よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。ぜひ来てください。また FM 沖縄に遊びに行きます。これからもよろしくお願いしますということでですね、写真が2枚来てるんですけど、あの2枚ともなんていうの、あの加工2、4、5、2、4、6、そう、一つは5枚の違う5枚じゃない2、4、6、8、9枚か9枚の空の写真がですね、1枚に加工されてるのが届いてるんですけど、これは朝日かな夕日かな、パッて見たら私は朝日かなって思ってるんですけど、すっごい綺麗な青空、うっすらと雲がね広がっていて、すっごく綺麗な写真が1枚届いています。もう1枚は2、4、6、8、こちらも9枚ですね、アジサイの写真が届いてますよ。ここどこだろう、青とちょっと紫、薄紫ピンクっぽいアジサイと、すごい広がっているね、アジサイがバーッと広がってる写真が届いています。めちゃくちゃ綺麗ですね、ありがとうございます。またこうやって写真を添付して、メール送っていただきたいと思います。つかぴーさんありがとうございました。もう一つ紹介できる、 OK、 はい、じゃあもう一つ紹介したいと思います。まやちゃんまたなんて読むんだった、たーまん大将、大将来たりて読めない、発作じゃないですか、発作を前にして今なんとかなんとか始まり後の祭りをダメだ読めない、立春、立春、立春に思いを思い走らせる、走せる、マヨのぬくもり感じてファンキーにグルービーにスイングしようぜチェケラ、おはようございます飲む、長野ドット飲むさん次からですね、あの振り仮名打ってくれたら私スムーズに読めると思います難しい。昨日は我が家の風習、お墓の掃除、雑草の、駆除をさせていただいて、改めて お供え物、お花を捧げる、お参りを取るのはご先祖様にもう一度会いたい心に他ありません。じゃあポット魔法ピンってことでありがとうございます。昨日お墓掃除してきたんですか、なんでだろう、ん、あれはまだ違うか、あ、もう終わってるもんね、なんだ、市民清明祭ではなくて、京都の方だから市民祭はないんじゃないですかね。内地ってないの、ないですよ、全くないの、お墓参りと、お墓参りはするけどそれとはまた別、うん、市民祭とか、あ、そうなんだ、ないです、全国だと思ってた、なんかそれの時期がただ違うだけだと思ってた、あんまりしない、あ、お外でご飯食べたりとかしないです。そうなんだ、じゃあ我が家の風習ってことはこの時期にいつもお墓の掃除をしに行くってことなのかな、お供え物をして、でもそこではご飯食べないってことだよねきっとね。へえ、そうだったんですね、暑かったんじゃないですか昨日、どんなだったかな、いやでもご先祖様もねこれで嬉しいと思いますよ、こうやって家族のみんなが風習でまたやってくれるっていうのは絶対嬉しいと思う。私もちゃんとねそういうのゆくゆく、今はねやっぱ父とか弟たちがやってくれるんですけど、そういずれ私も嫁いだらそうやって率先してお墓の掃除とかできたらなーなんて思ってます。よかったですね、無事に終わってね、はい、ありがとうございました。曲に行きます、はい、ではここで一曲お届けしたいと思います。ダークメセシティーズレッドホットチリペッパーズ、レッドホットチリペッパーズ、あ、面白い、曲紹介いいかな、音楽でから、あー、それでか、こんな早くやるの、うちもお盆にしか行かない、お盆ってさあと1ヶ月、まあ、でも夏の1月の15とか16とか、こんな前からやるんですか掃除、
そうなんだ、おはよう、ありがとうございます。ミッキーさんもありがとう、おはようございます。よかったね、みんな。あ、ひへみさんもおはようございます。おいすにかさんおはようございます。みんなターマンのお誕生日おめでとうって。わ、やった、ありがとうございます、ね、ターマン23歳になりました。あー、地域によって違うんだ。へえ。沖縄は旧暦でやるけど、内地はこの日っては決まってるけど、あ、決まってる、この期間みたいなのがあるの、だいたいこの期間にみたいな感じじゃない、やりましょうみたいな、やりましょう。うん、でもやっぱ地域によって違うんですかね。ねえ、そうなんだ。私の川越えた先は先月頭とか、あ、来月頭とか。へえ、沖縄よりじゃない。そうなんだ。ゆうさんかな、おはようございます。そうだよ、たま昨日で23歳になったんだよ。若いだろ、たま若いだろ。また長男と同じ年、マジ。ひえみさんの長男23歳、じゃあ私の弟と同じだ。あ、ごめん、新聞だ。あ、新聞じゃない、違う。新聞当たってる。切る。でもおめでとう。いきます。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは琉球新報の総合面からです。落雷直撃、男性重体、糸満ビビビーチ3人とも電撃傷です。24日午後2時45分ごろ、糸満市西崎町のビビビーチ糸満で落雷が発生し、男性4人が負傷しました。うち宜野湾市の会社員男性が意識不明の重体で、本島南部の病院へ救急搬送されました。北中城村の自営業男性、糸満市の土木業男性、浦添市の会社員男性の3人も雷の電撃傷による左手の小指骨折や擦過傷などの軽傷を負いましたが、命に別状はありません。続いて同じく琉球新報の総合面からです。米兵また酒気帯び、茶炭現行犯逮捕、追突事故も。沖縄署は23日、米空軍嘉手納基地所属の兵長ジョレン・ウィリアム・ラット容疑者を道交法違反の容疑で現行犯逮捕しました。呼気からは基準値の約5倍のアルコールが検知されました。同署によると、ラット容疑者はバーで 2,3 杯ビールを飲んだと話し、容疑を認めています。続いて沖縄タイムスの総合面からです。管理職死亡、女性6割弱、入社1年目調査、家庭と両立困難。民間企業で働く入社1年目の社員を対象とした昨年の調査で、管理職を目指したい、どちらかというと目指したいとする男性は計 94% に上るのに対し、女性は計 57.7% にとどまっていることが24日分かりました。管理職を目指さない理由として、女性が最も多く挙げたのは、仕事と家庭の両立が困難になるという理由です。続いて沖縄タイムスの国際の記事からです。ロシア全面除外見送り、オリンピック出場各競技に委ねる。国際オリンピック委員会 IOC は24日電話による緊急理事会を開き、国ぐるみのドーピング問題が発覚したロシアを8月5日の開幕のリオデジャネイロオリンピックから全面除外する処分は見送ることを決めました。出場の可否は各競技を統括する国際連盟に判断を任せています。スポーツ大国を締め出し、深刻な亀裂を生むリスクは回避されました。
IOC のバッハ会長は電話記者会見で、国全体の責任か個人の正義かの判断でバランスを重視したと述べています。以上、琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたしました。海じゃなくて陸に落ちたんだ。ビーチの陸ってこと？あ、ビーチ入り口の広場って。危ないね。ゆうみさん、泣きあらん、笑いやさん。だからなんで泣くの？体操だよ。さあ、続いてはチラガンジュ体操の時間です。皆さんで体操頑張りましょう。なんか月曜日が久しぶりな気がしてきました。キュリー。繰り返しまーす。なんでね、わかんない、急に。なんでかな。下がってイエイ。繰り返します。膝タッチ4回。歩いていくのは難儀だから、ちょっと待ってのポーズ。体を入れます。リズムを取ります。右から万歳、右から押して横押します。左から万歳。なんか覚えそうじゃん。左から押して横押します。これでいいのか。しまだかたばつ。あ、なんでてんの。いいわけないし。あ、なんでてんの。いいわけないし。あ、なんでてんの。赤が出たね、今ね。もう一年あっちじゃん。待って、びっくりした。トラマーから赤が聞けると。あー、ズンバでアレンジしていいよ。今度やってみます。どんな手やろうかな。激しいはずね。激しいで、来る。ウォーキングじゃなくて、なんかなんかね、ランニングとか、なんかジャンプしながら、ね。いける。熱苦しいやつよ、みつ。いきまーす。時刻は8時2分を回りました。宜野湾市旧な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります。FM 宜野湾のスタジオからモーニング8月曜日担当がねこまやが生放送でお届けしております。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマは写真。写真ですよ。写真撮るのが大好きな話でもいいし、アルバムを見た時の話でもいいし、あとですね、逆に私みたいに写真撮られるのが大好きとか。
今ツイキャスでシガナスさん、今日のテーマ写真ですか、景色を撮ったり自撮りも撮ったりするよ、でも家族で写真を撮るときはあんまり好きじゃないんですって、そういう方もやっぱいらっしゃるんですよね。なんか私も恥ずかしいんですよ、すごく。なんか決め顔みたいなのができないわけだから逆にふんみたいな、写真興味ないしみたいな顔してしまう、家族で撮るときは写真はね、そんな感じでメール皆さん送ってきてください。一服堂さん、デジカメになってから無駄に、無駄撮り多くなった、あー、写真の容量が莫大、膨大、どっち私で読むんだろう、膨大かな、膨大です、うん、そう、そんな感じでね、私もスマホにしてからガラケーの時よりはいっぱい写真撮るようになりました。やっぱ加工ができるから楽しいんですよね、撮っててね、なんかアルバム風に作ったり、そうできるじゃないですか、文字入れたり、そう、そういうのがやっぱ楽しくて、ついついいらない写真とか撮りまくってしまいますね。そんな感じで皆さんメールよろしくお願いします。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートよろしくお願いいたします。この後のモーニングエイトはお天気、そして道路交通情報をお伝えします。そしてですね、マヨのフェイバリットソングズオンマンデーと、そしてメールたくさん紹介していきます。今日のメールのテーマ写真です。そしてですね、突撃朝ごはんのコーナーをお届けしますので、どうぞ最後まで、お楽しみください。 AKB ファンさん、あ、うん、がどうやって文字入れるんって言って、あのあれよ、アプリ取って画像加工のね、LINE のカメラのアプリとかもほらあるじゃないですか、それで文字入れるんですよ。そう、動画でもできるようになってますしね、今ね、なんか色変えたり、この文字の書体変えたり、うん、なんかアルファベットだとたくさんいっぱいなんかそういう書体の種類があるので、そうやってみてください。アプリをね、あの撮ってからやってみてくださいよね。ああ、一服堂さんがインスタグラムとかで知らない人とのつながりも増えました。メダカつながりに消しゴムハンコつながり、ん？どういうこと？今日もたくさんね、追加数来てるんですけれども、ですね、エコザエルさん、マヨタマ、皆さんおはようございます。セブンさんもおはようございます、来てます、おはようございます。シグナスさん、そしてAKB ファンさん、青いソニカさん、ヒーフーミーさん、ミッキーさん、つるくんさんですね。そしてですよ、ゆうさん、ゆうさんって大丈夫かな、うんから、一服堂さんも来てましたしね。皆さんありがとうございます。あ、ありがとうございます。待って。なんだったっけ。なんと呼んでくださいって先週来てた気がする。マシオさん、マチオさんかな、ありがとうございます。京都雨のち曇り予報です、ありがとうございます。あ、一服堂さん、共通の話ね、メダカだったり消しゴムハンコ、あー、そういうのでつながっていったんですか、知り合いと。いいですね、そういうのもいいですよね。 Facebook でも共通のなんか話題を持ってると友達になりやすいですし、 Instagram もそういう感じで友達つながりいいかもしれません。私結構アナログ女なので Instagram が全然あんま分かんないんですけど、全然いいと思います、ありですね。さあ皆さん、ツイキャスまだまだ紹介できますので、たくさんね、コメントよろしくお願いします。あと皆さんがターマー誕生日おめでとうということで、昨日ターマー23歳になりました、おめでとうございます、イエーイどうよ、23歳、何もないっす、抱負みたいなのは、うん、なんかあれ、卒業しますそうだね、いろいろっていうか、まず卒業します。ターマー23歳になって、なんか始めたいのとかはある、これから見つける、始めたいことですか、うん、あんまりあんまだ実感がないんで、そうだよね、わかる、前もなんか1ヶ月ぐらい経たないとこの年になったって感じじゃない、一応置いてはいってるんですけど置いてるって言うな前なんて言うん、そうだよね、でもね、いいように年取っていきたいからね、
さあ、素敵な一年を過ごしてください。ターマおめでとうございます。さあ、じゃあそうそう、たくさんツイキャスじゃなくて、うん、のコメントもよろしくお願いしますね。メールって紹介できる？うん、じゃあメール一件紹介したいと思います。いみちおじさんからいただきました。皆さんおはようございます。いみちおじさんです。ありがとうございます。今日のテーマ、写真。おじさんは基本人の写真を撮る側が好きかな。おじさんは、人の写真を撮るのが好きなんて言うと変な趣味でもあるんじゃないだろうかと誤解されそうですが、違いますよ。家族を写真に撮るのが好きです。だから我が家のアルバムやおじさんの携帯には娘と嫁さんの写真が多い。娘の写真は特にカメラのレンズ越しに見えるのは笑ってる顔、泣き虫だった顔、夢中で何かをしている顔だったり、最近では彼氏と仲良く満面な笑顔で写る写真、すべておじさんが見てきた娘の成長記録って。彼氏と仲良くさ、それ笑顔で写る写真、娘さん恥ずかしがらないんだ。撮られたことある？たまそういうなんか彼氏との笑い顔とかある？なんか人に撮られて彼氏といる時の写真とか。は普通にあります。ある、うん、恥ずかしくない？そうでもない。まあまあ、でもそんななんかあのそう、めっちゃ意識してしまう。なんかいい、あ、撮られてるって思う。そう、普通にそんなあの隠し撮りとかはあれですけど、あ、撮るよーみたいな感じの。あー、そっかそっかそっか。そのなんか昔そういう風にカメラ向けられたら、彼がいたらなんかいいみたいな。やだやだ、どっちか一人で撮ってみたいになってしまってた。いいね。そうやって笑顔で写ってくれるね。その写真をパラパラとめくってる一枚一枚の写真の手前側には、カメラのレンズ越しに微笑みながら写真を撮るおじさんの顔があったのでしょうかね。きっとおじさんの目尻のシワが多くて垂れ目なのは間違いなく娘のせいだな。娘は来年の1月で成人式を迎えます。娘の晴れ姿を写したり、少し先には娘の結婚して幸せそうな姿を写したり、娘が子供を抱っこして母親になる姿を写したり、今度は孫を中心に写真を撮ったりと、この先もおじさんが見ていく家族を残していくことでしょうね。そして今以上におじさんの目尻のシワはたくさん増えて深く刻んでいくんでしょうかねってことでよ。ありがとうございます。あー、私この歌大好き。リクエスト曲、いつかまよちゃんに歌ってほしい歌です。フォーエバーかジュジュが歌う優しさで溢れるように、めっちゃ大好きで OK。 時間があればお願いしますって。ジュジュバージョンでいきましょう。ね、わかりました。じゃあいつかまよちゃんは Facebook に載せたいと思います。みちおじさん、その時は聞いてくださいね。そのままかける、はい、OK。 そのままじゃあリクエスト曲かけたいと思います。いみちおじさんからのリクエストです。ジュジュで優しさにあふれるように、聞いてください。でメール AKB さんの、ちょっと待ってよ。まだ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 です。お天気終わってメール行って、でもその時のメールで紹介しない。多分できないと思うから、うーん、何の日終わったら来て。そう、今日あくび多いね。思いました、アンキさん。なんでだろう、酸素が足りてない。踊れティーだ。新曲ですよね、まなみさんのね。あるのでかけたいです。お、
あるってよ。ああ、ありがとう。ねえ、さられがち。わかる。ご飯のご飯用のアプリとかもあるのわかります？写真のなんか最近見つけた、フレッシュ系とか、また4種類ぐらいあって、アイスクリームとか写すためのまた4種類あって、ご飯系が4種類あってみたいな。雰囲気変えられるんだよね多分。そう、アイス取る時だからそれで取って、ご飯取る時はまた別の格好を使ってってやってます。私も進む時の中で私を生きる世界が光で満たされるように、あなたを生きる時間を私が輝かせる。ドゥンダンツダンダン、雨に打たれても風に吹かれても寒さを感じない今は、ぬくもりはいつもこの胸の中に、決してなくさないよ、ありがとう。じゃん、巡る季節の中でもこの音を離さないでいて、あたりをつなぐ想いが決して色あせないように、あなたのいつもすべてが静かで溢れるように、私の予約迷わずあなたを愛し続けるよ。今のあくび大きかった？マジ？あくびの話したら出てくるからやめて。ああやばいよね、もうあくびの話するの禁止。飛ばなくなるマジでお願い。天気交通情報パパッときます時刻は間もなく8時17分を回ろうとしています。 79.7MHz FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。今日7月25日月曜日、今日のお天気、曇り、朝晩晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴います。風が北東の風、後東の風、そして波が1メートル、後 1.5 メートルです。降水確率、朝の6時からお昼12時までが 20%、お昼12時から、夕方6時までが 40%、夕方6時から夜の12時までが 20% となっています。日中の最高気温は32度です。続いて、道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄道下り巨大インターチェンジ付近から巨大インターチェンジにかけて工事のため第一走行が規制されています。沖縄道下り巨大インターチェンジ付近工事のため規制中です。続いて沖縄道下り金インターチェンジ付近、こちらも工事のため第一走行が規制されています。沖縄道下り金インターチェンジ付近、こちらも工事のため、第一走行が規制されています。続いて沖縄道上りですね。
沖縄道上り、あれ、あった、中城パーキングエリアから中城パーキングエリア付近工事のため規制中です。沖縄道上り中城パーキングエリアから中城パーキングエリア付近工事のため規制中となっています。高速道路お使いになる方、十分運転気をつけてくださいね。続いて一般道の情報をお伝えいたします。先ほど言ったあの国道58号線大蛇名交差点の、入り口前ですね、大蛇名交差点手前から、またこちらさっきよりも渋滞が長く見られています。国道58号線北から南にかけて大蛇名交差点から次はですね、ぐすくま、浦添市ぐすくまを越えたあたりまで長い渋滞が見られています。大蛇名交差点からぐすくままで長い渋滞が見られています。また国道58号線、ぐすくまですね、南から北にかけて、一部渋滞が見られ始めています。続いて県道34号線前原交差点を過ぎたあたりからですね、大蛇名交差点にかけて長い渋滞が見られています。県道34号線前原交差点を過ぎたあたりからですね、大蛇名交差点にかけて長い渋滞が見られています。また国道330号線ですね、公営でも、こちら南行き北行きどちらでも渋滞が見られています。また植樹作業のため浦添市西原トンネルから、那覇市古島インターチェンジまでですね、第一車線も規制されています。夏休みまだ大学生入っていなくてですね、お仕事行く方、そして登下、登校のために道を使う方もたくさんいると思いますので、運転には十分気をつけてください。よろしくお願いいたします。以上、沖縄地方のお天気そして道路交通情報をお伝えいたしました。続けて何の日行きます、今日最高、さあ続いては何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介いたします。今日7月25日月曜日、今日はですね、旧暦の6月22日です。満潮が朝の10時32分そして夜の11時19分そして干潮がお昼じゃなくて夕方の4時51分となっています。今日はですね、かき氷の日だそうですよ。最高ですね。皆さん今日かき氷食べて頭キーンして、素敵な一日を過ごしましょうね。そして今日は大阪天神祭、また、皆さん大好きだと思われます日本シェイキーズピザ第1号店が、東京赤坂に、開店したのが今日みたいです。1973年、沖縄じゃないんですね。うん、最初に開店したのはあれみたいね、東京赤坂みたい。そう、沖縄にもねシェイキーズ3店舗かな今あるけど、美味しいよね。行ったことある？ない。今だ、なんかバイキングじゃなくて閉店間際に行ったから、もうオーダー制だったんだけど結構美味しかった。そう、めっちゃなんか種類いっぱいで、今度はそのバイキングの時に行っていっぱいいろんな種類食べたいなって思って、ソフトクリームもあるからたま行ってみよう、ね、そして誕生花にわとこ、花言葉が熱心だそうですよ。以上、今日は何の日のコーナーでした。そのままメールいきましょう。はい、さあメールの紹介したいと思います。今日オープニングナンバーをおかけした大城智也さんからですねメールいただきました。ありがとうございます。おはまよ、2週間ぶりです。写真か、ほんとたまたま整理してる時に出てきた写真とか見るといろんな思い出が、蘇ってきて懐かしくなるよね。確かに彼女に、家族に撮られる写真は照れくささがあってか、不機嫌なやつが多いかも。いつか僕にも自分で写真が撮れたらいいな。話は変わりますが、先週リスナーのひふみさんと初めて一緒に演奏する機会があったのですが、カフォーめちゃくちゃいいです。
上を向いて歩こうとスマイルを一緒にやったんですけど、やっててとっても気持ちよかった。今度は3人でことの葉とかもやりたいね。今年はこうやってリスナーさんとのつながりが多くなっていくのかな。仲間が増えていくっていいよねと来てます。いやもう智也さん、どっちもやりましょう。君にゆがなびらもことの葉も、そして智也さんの曲もやりたいです。私後でちょっと連絡をしたいので待っててくださいね。そして勝手にオープニングで曲を使ってすいませんでした。何も言ってなかったのでね、その後にメール来てました。びっくりした、嬉しいですと来てます。多分オープニング曲でかけたからですよね私のお気に入りですよ、智也さんの手を叩こうっていう曲もすごく大好きです。この間の夕焼けコンサートでも歌われてたので、会場から一緒に手叩いて足叩いて指鳴らして、私見てました。お疲れ様でした。また、近々お会いできたらなと思っています。メールもありがとうございました。もう一通紹介大丈夫？オッケー、じゃあもう一つ紹介したいと思います。マーヨータマおはやう、ブチュエゴザエル出すよ。タマ一日遅れだけど誕生日おめでとーんと。今日のテーマは初心。自分は取られるの好きなド M なマーヨーと逆で。なんでド M なの？撮る方が好きなド S だな、笑い。携帯のカメラ機能が充実する前までは、一眼レフとかまではいかないけど、それに近いデジカメと持ってて、知り合いとかにたまに頼まれて写真撮ってあげてたさ。今は携帯のカメラ機能と性能が良くなりすぎて、誰でも簡単にいい写真が撮れるようになって、少し寂しい気がするさ。確かにそうだね。カメラマンさんが撮ったかのように、一般の方も、携帯のアプリで撮りますしね。そうだよね。なんか便利とはいえ、確かにちょっと寂しいではあります。さて今日もマーヨーからの仕事頑張っての熱いチューもらおうかな。じゃあ後かな。やフル充電してバッテリー残り 100% の iPhone から送信ってことで、ありがとうございました。お仕事頑張ってください。バイバイ。さあここでシグナスさんからのリクエスト曲いきたいと思います。マナミで踊れティーダです。どうぞ。大塚健二さん、おはようございます。埼玉県新座市かな、あ、新座市からツイキャスで見ています。こちらは曇り、そうなんだ。でも過ごしやすいですね。29、21、夜はデジタルじゃない。あー、だからひやみさん嬉しいってよ。富谷さんも横寝たからよかったですね頭聞いてどんな一日よって。かき氷では頭キーンってなる。アイスクリームではならないかな。マジでかき氷食べたくなってきた。やばいやつ。あ、おはようございます。マーカスさんかな、合ってる。マーヨー、今週のトメの番組出たらいいの、ね、勝手にヤッホーみたいな感じでいいのかな。トメヤさん来たよみたいなやってみようと。CM 行きますね。うん、勝手にドイツ？待って、国外もしかして初めての。すごくない？ドイツからってよ。マーカス、わお、すごい。ひえみさん、自分もそんな感じで出たよ。マジ一緒に行こうじゃん牛まだあれ夏バテ中一緒にアッホーとか言ってからさ、カホー持って行こう。ウケる、マジ？どうしよう。あー、やだー。ドイツのこんにちは。
ねえ、どんな、そう、あれ使えそう？あ、使えます。大丈夫？あのさ、ジェシー・ジェイでフライスタグっていう曲。フライスタグ、うん。今週木曜何時何時でしたっけ？いやいや、だからさ、しつこいよね今日。わーわーわー、七。え、ひふみさん、後でちょっとメッセンジャーします。真剣に、真剣によ、嘘じゃない。え、ドイツ、ドイツの、ドイツのこんにちはって何ですか？マーカスさん聞いてるかな。あ、さよなら、オッケー。バイバーイ。素敵な月曜日にします。してくださいね。 Have a good day. バイバイ。電話入力しなかった。 CG ありますよ。ある？それをコーナーでやりたい。すぐ曲かけるかな。お願いします。なんかフィート B.O.B. みたいなやつしかないんですけど。え、どんな曲だろう。ジェシー・ジェイって人じゃなくて。うん、ジェシー・ジェイなんですけど、うん、多分一緒になんかフューチャリングみたいな感じになってるのしかない。そうなんだ。へえ、分からんかった。捨ててみたいになった。グーテンターク。あー、そうだったんだ。またマークスさんいたら言おうと思ったわけ。いないから、誰に向かってグーテンタークって言っていくのかな。みんなに。ありがとう。そうなんだ。エコさん知ってたの？あと20秒です。はい。さあ、突撃、あなたの朝ごはん教えてのコーナーです。このコーナーはですね、パーソナリティがあなたに直接電話をかけて今日の朝ごはんを聞こうという企画になっております。今日はですね、なんと声もちゃんと聞いたことのない、だけど友達がいるんですよ。声ね、怪しいね。女性なんですけどね、ミスタースティービーさんのライブ、バースデーライブで知り合いました。サラちゃんに電話をかけたいと思います。つながってますね。はい、もしも。あ、もしもし。おはようございます。はい、おはようございます。初めてなんかちゃんと喋ったよね、私たち。そうですね。ね、なんか、あ、こんな声なんだって今思いました。名前だけお願いしていいですか？はい、秋のサラと言います。はい、よろしくお願いします。お願いします。サラ、サラって呼ぶね。ラインでもサーラーって言ってるからね。
そう、サーラーとはこの間の先月のミスタースティービーさんのバースデーライブで初めてね会って、はい、そう、それで先にね、うん、あの帰って私がちょっと残ってる時に、うん、あの、うん、カホンを叩いてた大西さんから紹介をしてもらって、うんうん、はい、そう、フェイスブックでつながってって感じで ね、 でね、今度ピクニックでもしようかってね、そう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 、はい、話をしてるんですけど、今度ねまたどっか行きましょうね、はい、ぜひ、はい、そう、このねあのコーナーでは、はい、あの朝ごはんを聞くんですけれども。はい、サーラーは朝ごはんをまず食べる人ですか、食べない、食べない人もいるんだけどね世の中に。そうですね、どっち派？なんかちゃんとした時間に食べない人ですね。あ、最近はそうだ、そうなんだ、忙しかったら食べるみたいな。あ、そっかそっか。あのちなみに今日は朝ごはんは召し上がりましたか？うん、そう、今日はまだ食べてないです。食べる予定は、食べる予定のものはあります？うん、おにぎりが食べたいおにぎりいいよね、すぐ手軽に食べれるし、うん、何の味が好きですか？私は味噌おにぎりが好きです。味噌を混ぜて。あ、味噌わかる、うん、美味しい。え、沖縄の、ね、あの、うん、なんだった、お味噌なんだったっけ、ターマ、あ、そうそうそう、油味噌わかる、うん、わかんない、わかんない、わかんない、あのね、あるんだよねそう、沖縄の子じゃないわけ、サーラ。秋田だったっけ、出身。秋田です、そうです。だったよね。そう、色白でね、可愛いのよ。いやいや、そう、油味噌って言って、豚肉と一緒にお味噌を絡めて、うん、沖縄の人食べるんだけど、めっちゃ美味しいわけさ。そう。今度、お腹空いてきた。お腹空いてきた。今度、行ってみて、あのね、JA とかにあったりするわかる？ JA ファーマーズ、 JA、 うん、え、農協、うんうんうん、そのわかります、あのお弁当コーナーとかに時々あったりするから、見てみて、食べてみてください。はい、わかりました。さあ、サーラ、そんなサーラ、ウクレレを弾いて歌うというふうに私は聞いてるんですけど。あ、そうですね、合ってる？ウクレレも時々、ね、はい、それで弾いたり弾かなかったり、はい、なんと今日はですね、そんなサーラーから告知が、あ、ありがとうございます、はい、あるみたいなので、はい、はい、コザのミュージックタウンで、はい、午後3時から1時間、ライブを、ワンマンライブをするんですけれど、はい、1階の音楽広場なんですけど、入場も無料なので。あ、そうなんだ、はい、お気軽に立ち寄っていただけたらなと思って。あ、ね、いいですね。今日はですね、うん、はい、私の友達でとってもピアノが、癒しのピアノを弾いてくださる、うん、大ちゃんという大輔さんを奄美大島からお呼びしていて、はい、すごい、はい、今日は2人で癒しをテーマに、はい、あ、演奏しようと思ってます。へえ、癒しをテーマ、そうですね、いいね、癒しをテーマ、そうなんだ、いや絶対これは行った方がいいですね。お昼の3時からじゃ4時の間、はい、そうです、3時から始めます。はい、わかりました、はい、じゃあぜひ皆さん、立ち寄ってみてくださいね。はい、ミュージックタウン、音市場、ミュージックタウン、はい、はい、わかりました、入場無料ということなので、ぜひぜひ皆さん癒されに、はい、行ってみてくださいお願いします。お待ちしてます。はい、じゃあサーラーまた連絡しますので、はい、ピクニックだったりお散歩だったりしましょうね。しましょうはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、またね。はい、バイバイ。はい、さあ今日はですね、なんと秋田出身、最近沖縄に引っ越してきましたサーラーに電話しました。おにぎりが食べたいということですのでぜひ油味噌のおにぎり食べてみてください。こっちサビタン、すぐ曲でも大丈夫、さあ、マーヨのフェイバリットソングズオンマンデーのコーナーです。このコーナー、私のおすすめする音楽をお届けします。ですね、今日は
さっきあの番組の頭でもお話ししたように、弟がほら帰ってきて一緒に映画なんかを見たっていう話をしたんですけど、私がですねもう今ドハマりしてるピッチパーフェクトというアカペラの、あの大学生の人たちがアカペラでこの競い合うドラマ映画があるんですけど、もうねもうこれにもうドハマりしてドストライクですね。私のこの今の何て言うのかな、もう ドストライクの映画でとりあえずめっちゃいい感じの曲を歌うし、内容も何て言うのかな、ちょっと大人な感じの、ちょっと一番末っ子の弟には見せられないようなあの言葉が出てきちゃったりするんですけど、もうなんていうのか、もう私とかこの長男一番下じゃない年子の弟とかにはもうね本当に面白い映画になってました。ピッチパーフェクトという映画があります。これのですね1、2まで今出てるんですけど、1で、歌われました曲を、このコーナーで紹介したいと思います。この歌はですね、値札なんか関係ないって、みんなで楽しもうって、周りを気にしないで、自分らしく、人生楽しもうよっていう、そういう歌詞になっていますので、ぜひ聴いてください。それでは、今日のおすすめの曲です。ジェシー・ジェイで、プライスタグです。どうぞ。
マーシャさん聞いてたけど、こっちが興味ないじゃん。あー、ジョミアさんもおはよう。言えなかった。みやちゃんさんもおはようございます。いいね。イエーイ。さあ、メールが届いてますので紹介したいと思います。おはようございます。今日も笑い声の楽しいお二人、ガネコマヨさん &FM ギノワンのスタッフ、昨日誕生日だったターマーちゃん、おめでとうございます。ラジオネーム、今日もおかしなぎんなトロンボンディスということで、今日ね、見えてますよ。びっくりしました。さっきお仕事はお休みですか？お仕事前？休み？休み？イエーイ。休みで来てくれたみたいです。ありがとうございます。今日のテーマ、写真。写真といえば、最近はもっぱら携帯のカメラ機能で撮ってる花とか、素敵な花のパーソナリティさんとか、沖縄のラジオ局のパーソナリティさんとかと、卒業アルバムには家に卒業アルバムは家にあるはずだけど、なかなか開かないですよね。あと、自分の小さい頃の家族写真などはアルバムにしていましたが、保管場所が悪くて湿気と熱で溶けてダメになってしまいました。だからね、あの湿気、わかる。私も何枚かそれダメにしてしまったものがある。今はほとんどデジタルカメラで撮ってますね。撮った写真をすぐ確認できるので便利。仕事でもたまに写真を撮るのですが、でもそれは写真の写真の画素数が、決まっていて、スマホとかの800万画素とか、1.3 メガ画素とかでは大きすぎて、役所に提出することができません。だから行って、パソコンで画素数を落としても、改ざん、あ、写真を加工してるっていう風に見なされてアウト。そうなんだ。だから工事専用のカメラではないと大変です。そういうこともあるんですね。大変だな。前のフィルムを入れるとカメラが懐かしいってことで、リクエスト、石川ひとみさんの3枚の写真をよろしくお願いします。バッテリー、4年前に変えた車の中から、そうし、ありがとうございます。そしてですね、同じくトロンボンさんからね、今日は一段とあくびをしているマヨちゃん、ニックネームミヤキャットにプラスしてあくびちゃんシャメモってことで、タマーちゃん1通目のメール届いてたかなーってよ。おめでとうございますの。よかったね。今ちょっとね、次の番組の方とのお話をしてるんですけれども、タマーのお誕生日お祝いのために来てくれたのかな。嬉しい。ありがとうございます。さあ、続いてこの方です。チャラい AKB ファンさんからですよ。ヘイヘイ、タマーマーヨーモーニングエイトを聞きのリスナーの皆さん、タマーマーヨーハマヨーです。あ、タマー誕生日おめたまはい、ここでチャラい AKB の、沖縄の天気予報。今日の天気、地方、沖縄の地方は大好きなあの人の高気圧に覆われて、おおむね晴れており、俺が少しテンション高めのため、嫁のにわか涙か、嫁の雷と涙の雷雨のところがあるでしょう。25日は俺の気持ちが熱い。予想されるため、熱中症などの健康管理に注意しようぜ。天気予報でした。なんだよ、それ。意味を、しかも今から本題やし。今日のテーマ、写真。俺はですね、押し入れからアルバムを出すと、3歳の頃の俺の写真を見てた。おかんに女性用のカツラと衣装着せられて、ピンクレディの格好をされていた写真が出てきて。またピンクレディっていうのが時代を感じる。なんじゃこれと思いました。以上だ。めっちゃ恥ずかしいんやけど、リクエスト、平井健、写真、たまよろしくお願いします。ってことです。ウケるんだけど、ありがとうございます。ピンクレディーか。はい、続いてネームぎまさんからです。はい、おはよう。まあよ、ネームぎまですよ。1週間の始まりだね、頑張るよ。それでは行ってきます。ときてます。先週に引き続きメールありがとうございました。もうおかしい、ちょっとピンクレディーにちょっと引っ張られてるさ。そうなんだ。でも私も一番末っ子の弟にセーラームーンの格好をして写真撮ってたら、お母さんに怒られました。やめてって言って、そう、めっちゃ女の子みたいだったわけ。
それが超可愛くて、私の大好きだったセーラームーンのコスプレ、3歳4歳の時にやってたのかな、私が。そうやってましたよ。えひーさんからですね、ツイキャスで、めいさんおはまよ、たまさんおはたま、誕生日おめでとうございます、いい一年になりますように、てたままたこちらにもコメント来てますよ、ありがとうございます。面白いね。さあここで、あ、DJ 魔女さんからもたま誕生日おめでとう、うっそうっそうっそありがとうございます。さあここでリクエスト曲いきたいと思います。石川ひとみさんで3枚の写真です、どうぞ。全部は書けないかな。 OK、 なんでこの髪、変なのなってる。おととい電子フォトフレーム買ったよ、写真自動的にたくさん、なんでそれ、あの四角いやつですか、なんか、え、電子フォトフレームって何、あの今日はマヤさんのズンバでタマさんお祝いするのかな。無茶ぶりやめて。それ無茶ぶりだよ、ズンバでお祝いする。ハビバースに合わせて。どんなしようかな。何？電子フォトフレームってあれ、なんか AA ショップとかの受付に置いてるやつ、写真がこうパーって出てくる、うん、パーパーってこう変わっていくやつ。あ、いいの欲しい。あー、そうだったんだ。ちなみにいくらだったか聞いていいですか。でももう発売されて人気、なんか結構こう需要が下がってきてるから、結構発売から経ったから、あーそっか、じゃあちょっとお安くなっている。当初は結構高かったですけど。だよね、うん、だからこれってもらえないんですかとか前めっちゃ言ってたし。欲しいですとか言ってた。ケチじゃん。それこそ写真動画など撮ってほしいです、ズンバ。中古でだったか、え、そうマジ、なので、フェードアウトします。はい。なんか告知とかあります？あるし、あ、それなんかね、全部読むと多分わかんないんで、うん、どうしたらいい？これ一番上のだけとりあえず読んでほしいんですよ。募集してますよみたいな、こういう職種募集してて、問い合わせ先ぐらいでいいです。あ、OK。給料とかそういうのは大丈夫。あ、分かった。じゃあ行きまーす。OK。さあ、ここでお知らせですね。宜野湾市立幼稚園にて、臨時職員を募集しています。募集の職種なんですけど、5歳児学級担任、そして特別支援担任、預かり保育担当、預かり保育特別支援教育支援員ということでですね、職種を募集しているということです。その他のですね、勤務条件とか勤務時間、など、詳しいことはですね、こちらまで、お問い合わせください。宜野湾市教育委員会指導課までですね、892-8289、892-8289、担当者は中本さんですね。こちらの方まで、お問い合わせいただきたいと思います。応募方法なんですけど、宜野湾市教育委員会指導課へ電話。で、その後、市販の履歴書用紙に必要事項を記入して提出してください。後日は面接もあるみたいなので、興味のある方はぜひ、こちら応募してみてください。よろしくお願いします。そしてですね、私、昨日まで、那覇のウェルカルチャースクールマージ校でズンバを教えてました。それがですね、第1期という形で、
1回目だったんですね。で、期間限定なので第2期が来月8月の6日土曜日から始まります。土曜日、毎週土曜日の夕方7時半から9時まで、ズンバを教えることになりました。ですね、こちらはですね、ウェルカルチャースクールマージ校、那覇市のマージ校のみになるんですけれども、もし興味のある方、お仕事終わった後とかね、翌日は日曜日でお休みなので筋肉痛しても多少支障はないかなって思われますので、ぜひ興味のある方こちらまでお電話よろしくお願いします。ウェルカルチャースクールマージ校の連絡先です。 098-832-5588 098-832-5588 までよろしくお願いいたします。みんな楽しくズンバしてね、痩せましょうね。痩せるというか、体を鍛えて、足腰を鍛えていきたいと思います。うさぎさん、今、ツイキャス来ましたね。まあ、おはようということで、ありがとうございます。さあ、私から、ターマーに、じゃーん、プレゼントだから今日ちょっとメール急ぎ足で読んだ。誕生日おめでとうございます。はい、届く？はい。そう、昨日ね、読みたんで、ちょっとラジオがあって、終わって、そう、すぐ今日モーニング8ほら始まる前なんてお買い物行けないさ、お店全部まだ開いてないから7時前とかにはもう家出てるので、そう、もう昨日で買わなきゃと思って急いで選びに行った。そう、いいよ、見て、あと1分40秒だけど大丈夫。そうそう、ちょっと気に入ってくれるか分かんないんですけど、ターマーね、まだ現役大学生で、そう、疲れてるだろうなって、こっちのねラジオも頑張ってるし学校も頑張ってるし、そうだから、ぜひこれでちょっとリラックスというか癒されてくださいということで選びました。お、見えるも見えました。あった？わあ、可愛いんじゃんこれ。なんかお花がこういうグラス、ガラスのボールに入ってて、お花がぎゅうぎゅう詰めになってるんですけど、そこからね香りを放つっていうもので、そう、本当？いい香り？あ、よかった。香りの種類もいろいろあるから、どれが一番気に入ってくれるかなと思って、そう、それを選びます。ちょっと見た目大人な感じの23歳。部屋に合わないかもしれない。え？部屋に合わない、おいおいおい、部屋に合わないかもしれないなんて、ちょっとちょっと頭お片付けしてからこれに合うようなお部屋よろしくよね、素敵な1年にしてください。ターマン、これからもね、よろしくね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、そう、今日これ持ってくるために大きいカバンできたわけバレないように上にいろいろ積んでからさ。さあ、皆さん今日もどんなでしたかね。メールもたくさんありがとうございました。ツイキャスもたくさんありがとうございました。トロンボンさんからも誕生日プレゼントを今持ってきてくださってます。エコさんも今日朝早くからケーキありがとうございました。たま素敵な一年になると思います。それではまた来週月曜日お会いしましょう。月曜日担当がねこまえがお届けしました。また来週、バイバイ。やったー。よかったね。今日誕生日プレゼントいっぱいだね。